結び目理論、結び目理論、結び目理論、ノットセオリーとは、紐の結び目を数学的に表現し研究する学問で低次元位相器科学の一種である。組み合わせ的位相機科学や、大数的位相機科学とも関連が深い。例えば日常で、靴の紐などを長結びするとき、ちょっとした違いで縦結びになったり横結びになったり、することはよく知られていることである。 このような時、結び目理論では、紐の両端をつないで輪の形にすることで、これらの結び目が図形として、どのように異なるか、あるいは同じものなのかということを数学的に明らかにすることできる。一般に、二つの結び目、あるいは絡み目が同じであるかどうかは、ライデマイスター移動などの局所変形や、交差の入れ替えなどの結び目解消操作を用いて、調べられる。 結び目や絡み目の分類は結び目不変量、ノットインバリアントあるいは絡み目不変量、リンクインバリアントと呼ばれる量の発見と構成を主として行われる。例えば、絡み目の外部の基本群を周辺構造込みで考えたものは結び目の完全不変量である。しかし、肝心の群の分類が容易ではないためこれを不変量として用いることはほとんどないようでる。 主に使われる普遍量は、アレクサンダー多項式などの多項式普遍量や、結び目解消数、アンナティングナンバーなどである。なお、ハーケンによる生息局面の理論により、任意に与えられた2個の結び目が同値であるか否かを判定するアルゴリズムが存在することが知られている。近年では、DNA や、タンパク質の異性体の構造などの研究や、統計力学、 上の量子論にも関連して注目されている。結び目は三次元多様体の形状を調べることにも利用できる。同様のことを次元を上げて一般化して考えようとすると、四次元空間では一次元の平多様体である結び目はほどけてしまって役に立たない。二次元の多様体である平局面を使ってやれば目的を果たすことができる。これを四次元結び目理論。 曲面結び目理論などと呼んで、結び目理論に含めることもある。一時元球面、単位演習、S から三時元ユークリッドを空間、R、または三時元球面、S への単車連続車像、K あるいは、K の像のことを結び目という。ここで、三時元球面、S と R に、1点、を付け加えたコンパクト透質空間である。要するに、 三次元空間の中に浮かぶ絡まった一つの輪っかのことを数学では結び目というのである。日常語の意味での結び目とはかけ離れているように思われるが、紐の両端をくっつけて結び目を緩めた状態を想像してみると、なぜ上で言うようなものが数学で結び目と呼ばれるのか実感できることと思われる。結び目は絡まった輪っか一つだけである。 二つ以上の結び目が互いに絡まり合ったものを考えた方がいろいろと便利であることが多いので、それをと呼ぶ。正確には結び目と同様に次のように定義される。いくつかの一時元球面の集合としての名を数 S、S、S から三時元球面、S への単車連続車像、L あるいはその像のことを絡み目と呼ぶ。絡み目の連結成分の数を 単に絡み目の成分数と呼ぶ。すなわち N 個の S の名を数を埋め込んだ絡み目の成分数は N である。有名な絡み目としてはホップ絡み目、ホワイトヘッド絡み目、ボロミアンンなどが挙げられる。絡み目を離れた二つの部分に分けることができるとき、その絡み目は分離可能、スプリタブルであるといい。 成分数と同じ数だけの部分に離して分けることができる場合は完全分離可能であるといい。つまり、絡み目が2つ以上の連結成分のある遮影図、結び目の表示で口述を持つときに分離可能であるといい、成分数と等しい個数の連結成分のある遮影図を持つときは完全分離可能であるいうことになる。結び目を切ったり貼ったりしている間に絡み目が現れることがあり、 結び目のみを研究の対象とする場合でも絡み目を合わせて考える方が自然であることも多い。絡み目の定義を少し変形拡張した概念がいくつか提唱され、特に以下のものは活発に研究されている。結び目絡み目の成分が多変型となっているとき、その結び目絡み目は接線状パリガネルであるという。また、結び目絡み目が 折れ線上に表せるとき、その結び目絡み目は慣れた結び目絡み目、ためノット、リンク、または順な結び目絡み目であるといい、そうでないときは野生的な結び目絡み目、ワイルドノット、リンクであるという。結び目理論では、通常は野生的な結び目絡み目は除外して考えるため、一般的な結び目の表などに記載されているものは、すべて慣れた結び目である。 結び目を定義した際に使った連続写像、K に対して微分可能という条件をつけておけば、自動的に野性的な結び目を排除することができる。結び目には円周を一周する向きに従って、向きが入る。一つの結び目には、正逆二つの向きを入れることができる。また、それぞれに成分について、向きをつけることによって、絡み目の向き付けも切る。向きをつけた結び目、絡み目を、 有効結び目、有効絡み目という。向きつけられた結び目、絡み目の向きを逆にしても元の結び目、絡み目と同じになるとき、その結び目、絡み目は可逆、または過半であるという。例えば三葉結び目、八のあざ結び目は可逆となっている。交点数が少ない結び目は可逆のものが多く、交点数が 最も小さい非可逆で元な結び目は八交点のものである。結び目、絡み目は三次元空間に浮かんでいるが、これを二次元に遮影して二次元の曲線のように表現することができる。普通は平面に遮影する。この図式のことを遮影図、または投影図などという。この時、という条件を満たすように遮影することを生息表示、生息表示。 レギュラープレゼンテーションという、どんな結び目や絡み目でも適当に位置をずらすことによって、生息表示することができる。生息表示された結び目の図式を生息図式といい、結び目理論においては単に遮影図といえば生息なものを指すことが多い。生息図式において、結び目、絡み目の2箇所の成分が1点に移されているところを、交点、または、 交差点といい、奥にある線の上を手前にある線が横切るとき、その交点で奥にある線がちょっと切れているように描けば、線の前後関係を損なうことなく、結び目を二次元に遮影することができる。結び目、絡み目の遮影図の中に、渦のように簡単に取り除ける交点があるとき、それを除去可能な交点、または無駄な交点という、除去可能な交点をすべて取り除いた遮影図は、 企役者イ図と言われる。結び目、絡み目を、遮影図として図示する他にも、以下のような表示方法がある。すべての結び目と絡み目は、基本的な4種類のタングルのみを用いた、生息表示として、平面上に、表現できる。この生息表示を二重性平行表示、二重性へ移行表示という、二重性平行表示の特徴から、 すべての結び目と絡み目が3生息平面グラフ、重み付きと代用が取れるとの報告がある。すなわち、すべての結び目と絡み目は、重み付き3生息平面グラフで表現できることになる。まず、基本的なタングルとして、フォーミューラ3、タングル、フォーミューラ4、タングル、フォーミューラ5、タングル、フォーミューラ6、タングルの4つを図示する。なお、 上手のフォーミュラ7、タングルは、フォーミュラ5、タングルを変形した、タングルである。例として、以下に三様結び目3と、結び目8の二重性平行表示、及び、その重み付き3正則平面グラフを図解する。なお、フォーミュラ3、タングル、フォーミュラ4、タングル、フォーミュラ5、タングル、フォーミュラ6、タングルの重み付き平面グラフの部分を以下に図解する。 三交点から十一交点までの結び目及び、絡み目の二重性平行を表示と重みつき三、正息平面グラフが、ザノットアトラスに掲載されている。また、別の報告で、三正則平面グラフの全域機器を用いて、結び目を構成する方法の記述もある。位相機科学では、連続写像を用いて連続的に変形して、互いに一致させることができる図形は、 同章といって一般に同じものであると考える。結び目理論も位相気科学の理論であるから同様な同一子を行うのであるが、しかしいかなる結び目も演習と同章であるので、同章であるかどうかを見るだけではどんな結び目も区別することは来ない。そこで与えられた結び目がある結び目を切ったり貼ったりすることなく連続的に変形していったものと一致するなら、 もともと二つの結び目は同じであったと考える。これは、結び目のみならずそのまで含めて連続的に変形できるかどうかということであって、以下のように定式化される。二つの結び目に対し、上の自己同章者像、ホモトピーと自己同章の組で次の条件を満たすものが存在するときとは同値な結び目であるという。自命な結び目と同値な結び目はほどけているという。 結び目の局所変形、局所へ変形、んローカルムーブすなわち、一部分を連続的に変形することで、いくつかの結び目が同じかどうか調べることができるが、その代表的なものとして、次の変形を考えることができる。さらには、結び目の局所変形の手順というのは、このライデマイスターイートーと呼ばれる変形の組み合わせで行うことができる。 二つの同値な結び目は有限界のライデマイスターイートーで互いに移り合う。また特にライデマイスター移動イ、e、イーイのみによって移り合う結び目同士はレギュラーアイセターピックであるといい、すべてのライデマイスターイートーで移り合う結び目同士はアンビエントエストピックである。三次元球面、S の北半球に結び目、K、南半球に結び目、K があるとする。 共に向きつけられているとする。K の一部と K の一部を変形して、両方の結び目が、赤道のある一点の十分小さな金棒を通り、かつ赤道と交わらないようにできる。この時、この金棒の中で、結び目の向きに合わせて、紐のつなぎ替えを行うことで、K と K から一つの結び目ができる。このように、分離されている二つの結び目から一つの結び目を作る、操作を、 結び目の合成と言い,い、出来上がった結び目を、クフォームやら十三形と書く。逆に、合成クフォームやら十三形に対して、K、K を因子と呼ぶ。合成は、繋ぎ替える点の選び方や、その過程での変形の仕方によらず、結び目そのものに対して決まる。結び目の合成は、連結は、バンドはと呼ばれる操作と、同等なものである。結び目の合成は二項演算として、 結合率と過感率を満たし、結び目全体の集合に過感モノイドの構造を与える単位元は自命な結び目。二つの自命でない結び目の合成として表せない結び目をという、ただし自命な結び目は元な結び目に含めない。元な結び目と合成結び目は自然数論における素数と合成数に対応する概念で、あ、結び目に対して、 素分解の一位性が成立する。つまり、いくつかの結び目不変量は合成に関してよく振る舞い、多くの結果が得られている。何かの分類をするために、それとは別のものでパラメータ付けしようというのは、数学の各分野でよく行われることである。結び目についても、与えられた2つの結び目が同値かどうかを判断る指標として、結び目不変量を考える。 結び目不変量は同値、つまり同じ結び目には同じ指標が当てられるようにした待遇を考えれば与えられた2つの結び目が互いに異なる不変量を持つなら同値ではないもののことである。例えば2つの結び目が同値なら有限界のライデマイスターイ、e、等で移り合うので結び目不変量はライデマイスターイ、e、等の各手順で変わることはない。簡単な例としては 絡み数や酸彩色可能性などがある。ただし、逆が成り立つとは限らない。つまり、同じ普遍量を持つからといって、それらの結び目が同じかどうかはわからない。この性質を持つ、つまり普遍量の値が同じである結び目たちが常に、同値なる普遍量は、すべての結び目を区別することができ、完全な不変量という。結び目の不変量で、特に、 多項式となっているものを多項式普遍量という。多項式普遍量の最初の例は、1928年にアレキサンダーが構成したアレクサンダー多項式である。これは絡み目の補空間の基本群から定義できる。その後、コムエによるアレクサンダー多項式のスケイン関係式による最低式化アレキサンダーコムエイ多項式を経て、1984年に、 ジョーンズによって全く新しい多項式不変量、ジョーンズ多項式が発見された。これは長らく唯一であった多項式不変量に新たな種類を付け加えたのみならず、統計力学や量子上の理論、量子不変量、量子群など他の分野との関連の膨大な研究を生み出すことになった。さらにその後、アレキサンダー多項式、ジョーンズ多項式を それぞれ特殊な場合に含むフリー多項式が発見され、これらの他にもいくつかの多項式不変量が知られている。しかし、上に挙げたどの多項式不変量も完全に結び目を分類することはできない。つまり同じ多項式の値を持つ異なる結び目が存在するのである。スケイン関係式を満たすどんな多項式不変量も、 完全には結び目を分類できないかどうかなどについては、まだ分かっていない。スケイン三つ組を使ったコンウェータ公式などでは、与えられた結び目とよく似た結び目をいくつか用意して、それらをうまく比較してやるという考え方が用いられている。同様な考え方として、基準として自明な結び目をとり、任意の結び目と自明な結び目が何らかの意味で類似性があり、 その類似性がどの程度の強度を持っているかと考えることにより、与えられた結び目がどの程度複雑であるかという指標を与える手段が得られる。ある結び目から、自命な結び目へ類似性の連鎖によって関連づけることを、結び目を一般には切ったり貼ったりを含んだ操作を繰り返して、解くという過程として表現して結び目解消という故障が用いられる。結び目が与えられ、 その結び目にある決まった操作を行うことで得られる結び目は互いによく似ていると考えるとき、似た結び目の中には連続的に変形してより単純な結び目になるようなものが一般には含まれている。もしその単純な結び目が自明な結び目であったなら、最初に与えられた結び目は一段階の複雑さを持っていると考えて差し支えない。 自命な結び目そのものは霊団の複雑さを持つとみなす。似た結び目の中に自命でない結び目があればまた、同じ決まった操作をしてやることで、互いによく似た、無数の結び目の集まりを、複雑さの階層に分けることができる。もしある操作点がどんな結び目にでも有限回、施すことによって、それを自命な結び目にすることができるならば、操作点は、結び目解消操作と呼ばれる。 局所変形などとは異なり、一般に結び目解消操作は切ったり貼ったり、一部を取り替えたりということが許されるが、多くの場合は、同じ操作を同じ部分に二度施すと元に戻るような、逆をたどれる操作が好まれる。また、剥き付けられた結び目絡み目を考えているときには、剥き付けと整合的であるような操作が適している。逆をたどることのできる結び目解消操作点が、 与えられると、任意の二つの結び目の間に点という変換操作に関して、どの程度似ているかという距離が定められる。実際、どんな結び目でも有限回点を施してやれば、解くことができるのだから、一方の結び目を解く手順を逆にたどってやれば、点によって、一方を他方に変換することができる。もちろん一般には、このように一方を他方に変換する手順は一通りに、 限らないが、距離は、このような変換手順すべてについて、そこで行う、必要のある、点の回数を考え、その回数の最小値として定められる。高次元結び目とは高次元球面 S1 個の、高次元、数空間、R もしくは、高次元球面 S への埋め込みのこと。M は N より2以上大きい。高次元絡み目とは高次元球面 S 複数個の、高次元、 数空間 R もしくは、高次元球面 S への埋め込みのこと。いずれも M イコール N プラス2の場合も MN プラス2の場合も研究されている。高次元結び目、絡み目の場合、一次元結び目、絡み目と違った興味深い現象も少なくなく、エキサイティングな研究テーマの一つである。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。